結婚して数ヶ月経った頃、愛する妻が音楽を学びたいと打ち明けてくれました。私は妻を喜ばせようと思い、心のこもったサプライズを用意することにしました。楽器店に行き、妻へのプレゼントとしてピアノを購入したのです。ワクワクしながら領収書を箱に入れ、きれいなリボンをつけて妻に渡しました。非常に愛情深く気の利く夫に妻から感謝の言葉があふれるだろうと期待していました。その小さな箱を開けて中身を見たとき、妻は愛おしそうに私を見て言いました。まあ、あなたなんて素敵なの。でも聞いていいかしら。これは贈り物？それとも借金？そのサプライズについて話し合った結果、購入は取りやめることにしました。学生だった私たちは、多くの若い新婚夫婦と同じように家計をやりくりしていました。この経験から私は、夫婦関係における完全なパートナーシップの原則の大切さと、それを実践することで私たち夫婦がどのように心と思いを一つにすることができるかを認識しました。イエス・キリストの回復された福音は、現世と永遠の両方における男女間の完全なパートナーシップの原則を宣言しています。女性と男性にはそれぞれ特性の属性と神から与えられた責任がありますが、神がご自分の子供たちのために用意された幸福の計画において等しく重要で不可欠な役割を担っています。これは、主が人が一人でいるのは良くないので、彼のためにふさわしい助け手を作ろうと宣言された当初から明確なことでした。主の計画において、ふさわしい助け手とは、完全なパートナーシップのもとでアダムと肩を並べて歩む伴侶のことでした。実際、エヴァはアダムの人生における天からの祝福でした。エヴァの持つ神から受け継いだ特質と霊的な属性のゆえに、アダムは全人類のための神の幸福の計画を彼女とのパートナーシップのもとで協力して成し遂げたいと思いました。男女のパートナーシップを強固にする2つの基本原則について考えてみましょう。1つ目の原則は、私たちは皆神にとって等しい存在であるということです。福音の教義によれば、神がご自分の息子と娘に与えておられる永遠の約束は、男女の違いのために覆されることはありません。永遠において一方が他方よりも日の境の栄光を受ける可能性が高いということはありません。救い主ご自身がご自分のもとに来て、主の慈しみに預かるよう神の子供である私たち皆を招いておられ、ご自分のもとに来る者を決して拒まれません。ですから、この意味で私たちは皆神の前に等しい存在であるとみなされます。夫婦がこの原則を理解し受け入れるとき、自分を家族の大統領または副大統領と位置づけることはないはずです。夫婦の関係に優劣はなく、どちらも相手より前に出たり後ろに下がったりすることはしません。神の子供たちとして対等に横に並んで歩むのです。夫婦は思いと望みと目的において天の御父とイエス・キリストと一つになり、家族を共に導きます。対等なパートナーシップにおいて、愛は所有するものではなく分かち合うものであって、私たち人間が協力して作り出すものの一つです。苦楽を共にする夫婦は一体となることにより、永遠の主権という一人だけでは成し得ない結果を生み出します。その主権は強いられることなく、とこしえにいつまでも霊的な命となって二人に流れ、その子孫に受け継がれます。二つ目の関連する原則は、三条の水訓で救い主が教えられた黄金律、すなわち人々にしてほしいとあなた方の望むことを人々にもその通りにせよということです。この原則は、互いに関係し合い、利益を与え合い、一致し頼り合う姿勢を表しており、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという大切な第二の戒めに基づいています。これは寛容、温厚、柔和、優しさなど、クリスチャンの他の特質とも結びついています。
この原則を実践することについて理解を深めるために、私たちの最初の先祖であるアダムとエバの間に神が築かれた神聖な永遠の絆について考えてみましょう。彼らは一体となり、一致を生み出すことにより尊敬と感謝と愛をもって共に歩み、自分のことは忘れ永遠へと向かう旅路において互いの幸福を求めることができるようになったのです。これらの特質こそ今日の一致した結婚関係が目指すものです。神殿の結び固めを通して男女は新しくかつ永遠の契約によって聖なる結婚制度に入ります。この神権の位によって2人が交わした契約に従って生活するときに、永遠の祝福と家庭内の事柄を導くための神聖な力を授かります。その時から特に家族を養い育て管理するという神から与えられたそれぞれの責任において、主との完全なパートナーシップの下で互いに頼り合いながら前進していくのです。養い育てる責任と管理する責任は互いに関連し合い重なり合っています。このことは母親と父親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っていて、家族を導く務めをバランスよく分担するということを意味しています。養い育てるとは、家族に養いを与え教え支えることを意味し、家族が愛に満ちた環境の中で福音の真理を学び、天の御父とイエス・キリストを信じる信仰を育めるように助けることです。管理するとは、神の身元に戻って暮らせるように家族を導くという意味です。これは優しさと柔和と純粋な愛を持って奉仕し教えることにより成し遂げられます。また定期的な祈りと福音の研究、その他礼拝に関わることにおいて家族を導くことが含まれます。両親はこれら2つの大いなる責任を果たすためにキリストの模範に従い一致して働きます。家庭における統治は族長制の規範に従うことが大切であり、教会における神権指導者の務めとはいくつかの点で異なります。族長制の規範には、妻と夫が家庭内での神聖な責任の遂行について直接神に報告する責任が伴います。完全なパートナーシップを持って義と責任のあらゆる原則に進んで従うことが求められ、愛と助け合いの環境の中で成長する機会が提供されます。これらの特別な責任は上下関係を示唆することなく、いかなる種類の虐待や権限の不適切な行使も絶対に認められません。エデンの園を出てからのアダムとエバの経験は、家族を養い育てることと管理することにおいて母親と父親が互いに頼り合う概念を見事に表しています。モーセ書で教えられているように、彼らは家族の身体的な福利に必要なものを提供するために共に働き、額に汗して地を耕し、子供たちを地上にもたらし、共に主の名を呼び、エデンの園の方向から主の声を聞き、主から与えられた戒めを受け入れ、それに従うように共に努力しました。そして息子娘たちに全てのことを知らせ、自分たちの必要に応じて共に神に呼び求めることをやめませんでした。愛する兄弟姉妹の皆さん、養い育てることと管理することは良い機会であって、独占的に制限されてはいません。何かについて一人が責任を負っているとしても、一人でそれを行うとは限りません。愛にあふれた両親がこの2つの大きな責任をよく理解するとき、彼らは協力して子どもたちの身体的および情緒的な福利を守り、世話をするよう努力します。また子どもたちが現代の霊的な危険に立ち向かえるように、預言者に掲示された主の良い言葉で子どもたちを養います。夫婦は互いに支え合いながら神から与えられた責任を果たしますが、心身の障害や死別、その他さまざまな状況でここに修正を加えなければならないことがあるかもしれません。時には一時的または永続的に夫婦のどちらかが両方の役割を同時に果たす責任を負うことがあります。
最近このような状況にある姉妹と兄弟に出会いました。一人親である彼らは家族という領域の中で人のパートナーシップのもと自分の人生を捧げて子どもの霊的および物質的な世話をする決意をしています。離婚にもかかわらず死と交わした神殿の誓約と死の永遠の約束を見失わず試練を耐え忍び誓約の道を歩むように努力し続け全てのことにおいて主の助けを求めてきました。この世だけでなく永遠にわたって主が自分たちの必要を満たしてくださると信頼し人生で困難な状況を経験しながらも二人とも優しさと柔和さと純粋な愛を持って子どもたちを教え養い育ててきました。私の知る限りこの二人の一人親は自分の不幸を神のせいにはしていません。それどころか彼らは完全な希望の輝きを持って主が自分たちに用意してくださっている祝福を信頼し待ち望んでいるのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは女性も男性も真の対等なパートナーシップの下で共に働くとき、結婚関係における神聖な責任を果たすことで救い主が教えられた一致を享受することができると証しします。心は互いに和合し愛し合って結ばれ永遠の命を目指す旅路においてさらなる喜びを見出し互いに仕え合い共に仕える能力が大いに増し加えられることをキリストの御名により約束します。これらの真理をイエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。